と思います。ピレットを入れたいと思います。みんな顔つけて頑張ってください。1、2、3、4、5、回る1、2、3、4、5、回る。テイク3かな、うん、ちょっとしんどいかもしれないんだけど、絶対に自分はやれる、やりきると思ってやることで、この1、2、3、4、5、このねテンポってすごいあのねやりづらいんだけど、やるとそれが体の中に入ってくると非常にいいので、もう一回ピルエットやってもらいたいと思うんですけど、頑張ってください。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、ちょっとここは落ち着いて、最後の言葉で考えてる、トントンしないよ。はい、皆様もう一回、元に戻ってくれる？さっきと音の違いが分かるのようにちょっとやっていただきたいですね。わかりますか？ですね、いつもの音の取り方は、1、2、3、4、5で回る。はい、いいです。はい、いいです。ですね、あの5で回る時と、トンベパドブレ4番で、あのちょっと 待ち時間がありますね。その時と何か違いがあるの分かる人いますか？違い、テンポなんですけど、やり方、じゃあ一番左の方お願いします。何も考えずにやることで、すぐ上に立てるような感じ、うん、先生も同意見です。皆さんは同意見の人います？あ、手を挙げたってことは同じってことですか？違う。あ、そうですね、はい、そうなんです。1、2、3、4、5で回ると、考えないで済みますね、うん、プレーの時に考えないで済むので、これはねメリットではあると思います。はい、でも、今どちらもね、今ねやってみてくださいって言った時、両方とも良かったです。究極なんですけど、究極です。ピルエットって別に根性論でも何でもないんですけど、自分で決めたら絶対にやると決めたらやり抜く。私は2回って決めたら2回やって、で必ず着地のことまでイメージしておく。もうここでね、途中でねダメだなって思ったり、あもうってあーって思った時点でもうダメになっちゃうんですね。なのですっごい強い気持ちでやり抜いてください。皆様、先生は皆様ね、竹のように生きていってほしいんですね。竹って竹、風が吹いてもちゃんとしなるじゃないですか。なんか絶対折れないでしょ。で、バレエダンサーでもなんか軸がぶれてもこうぐーっと元に戻すバレエダンサーとか見たことありませんか？ありますよね。あんな感じです。だからね、強い軸っていうのは、一見なんかこう
パンってこう通ってそうで、通ってるんだけど、やっぱそれってすごいしなやかさがあるんですよ。わかりますかね、うん、通ってるんだけど、でもやっぱりね、こうぶれないんだけど、ぶれないんだけども、ぶれても戻ってくる。先生はね、他県のように皆様になっていただきたいなと思いますし、先生自身もそうなりたいと思っています。今日はソフィーのメンバーに竹のような人になってもらいたいという話をしました。そしたら、本田宗一郎さんがすごい名言を言っていたのでシェアさせてください。竹には節がある。その節があるからこそ、竹は雪にも負けない強さを持つのだ。すごいですよね。どんな困難があったとしても、苦労があったとしても、私たちは竹のその節にあるんではないのかなと思うんですね。なので、それがあるからこそ強くなれる。だから今もし困難にぶち当たっている人がいたら、一緒に頑張りましょうと言いたいです。で、私自身にもいろんなことがあります。でも、ありがとう、難があるからありがとう、そんな気持ちで日々過ごしています。 YouTube を見てくださってありがとうございます。この後おまけ動画があるかもしれません。先日久々にゆりかもめに乗ったんですね。そしたらもうすごいすごい、本当に一番最初のねところに乗れたんですよ。しかもそこに座れたという、たった一息だったんですけど、もうちょっと奇跡のように思えて仕方がなかったので、思わず動画回しちゃったんですね。それを、最後まで見てくださった人、感謝してます。本当にありがとうございます。面白かったかな。いつもソフィーの YouTube チャンネルを見てくださってどうもありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、そして高評価も合わせてよろしくお願いします。いつもありがとうございます。